このチャンネルは普通の会社員で DIY 初心者の私たち夫婦と豆柴源が不便を楽しむ小屋暮らしを夢見て地方に土地を購入して無謀にも週末だけでセルフビルドで家一軒を建てることにチャレンジする体験をお届けするチャンネルです。まだ家の外壁を張り終えていませんが、雨のため初めて内装に着手しました。うちの源が合板を張っただけのフロアだと走りながら滑っていたので、クッションフロア材はペットが滑りにくいエンボス加工がされたものを選んで買ってきました。今回の動画ではこのフロア材を貼っていきたいと思います。ホームセンターで見つけたクッションフロアなんですけど、ペット用っていうことで、犬がおしっこしちゃった時とかもアンモニアをこう消毒してくれたりするっていうことでこれを選びました。あとちょっとこうザラザラのエンボス加工がしてあるので滑り止めがついているので、犬がこの上を走っても滑らないで怪我しにくいとか足を悪くしにくいっていうことみたいです。ここがトイレ部屋になるところで、はい、ちょっとブロワーを掃除機として使ってみます。専用の袋があるんですけど、今日ちょっと専用の袋を置いてきちゃったんでゴミ袋で代用してます。ブロワーで吸引して1本だけ取りました。でそのなんか狭いからね。そうだね。あ、いいね。なんか置いただけでもなんか違う。そっか。うん。して。うん。うん。一回ちょっと出しとこう。全部。うん。パーッと。うん。そうだ。ああ。ああ。来た。あ、すごい雰囲気が全然違う。全然違うね。うん。そこは長さもあれだし、幅も余ってるからね、うん、どうしようもないね。そこ先切っちゃおうか、うん、これいいよ。よし、こっち側がこう斜めになってるんで、こっち側でこうカッターを切っていきます。これでいいか、うん、いいね、うん、収まったね、うん、まあ、でもこっちでいい、うん、うん、私収めて、収めて、これ目打ちを打ちました。よいしょ。で、グッとやって、うん、で、あ、でも刃が出てないから切れてないね、やっぱね。ああ、じゃあもうちょっと刃出さなきゃいけない、うん、そこにある切る。で、あ、これで切ってるぞ。切ってる切ってる。あ、ほら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 。本当だ。すごいすごい。じゃあもっとしっかりと入れていただいて。よかったね。ちょっとね、こっから、そう。うん、切れてるかっていいんだよ。よいしょ。うん。よし、じゃちょっとあとハサミで。はい、今接着させてないで上に乗っかってるだけの状態なんですけど、こっから両面テープで貼っていきます。半分こうベローンとひっくり返して両面テープを貼っていって、で戻して、で逆側でも同じことをやるっていう風にしていこうと思います。よいしょ。おいほ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 い、半分ぐらいね、ここまで貼っちゃうよ。はい、
の種類、うん、あ、おはようございます。おはようございます。あ、銀ちゃんがここにいるとやばいよ、多分ついちゃう。晴れました。全然雰囲気違うね。